鋭くて長くて化け物を簡単に倒せるって。本当に知りたい？知りたい。んじゃ、よく見ててね。アメちゃんだ。これあげるよ。どう？ありがとう、お兄ちゃん。どういたしまして。絶対行く。バイバイ、お兄ちゃん。くんくん、君の匂いは強者の匂いけど、不思議な感じ。悪人ではなさそう。どうやら君があれ、すごいお客さんが来たって聞いてたんだ。僕は凛よ、会えて嬉しいよ。この先も輝かしい未来があります。君やっぱり。拍手したらもう友達だよ。随志団は大規模な獅子舞をやるんだ。だから僕はこうして宣伝をしてる。獅子舞は今週の伝でも、普段は獅子舞専門の劇団。今週の伝統儀式はよりどりみどり。例えば。ごめん、一日中稽古してたから。そうだ、一緒にご飯を食べよう。もちろん僕のおごりで。食事しながらいろいろ紹介するのも悪くないね。これは単なる客人への。君もこれからわかると思うよ。でも今はちょっとやることが。獅子舞の依頼がいろんな人から殺到しちゃって。獅子舞は今週の人にとって。そこで僕は考えたんだ。もしそれに注文に合わせ、だからお客さんが漂白者。君さ、そうだ、何かお菓子でもおごるよ。食べ歩き。そうすれば人の話を聞くよりも、もっと今週上を理解で。よし、出発だ。どれどれ、一人目のお客さんはここから近いね。もしかしたら君も面識くらいはあるかも。橋を抜けたちょっと先のところだね。ん？ご長寿とご健康に。祝辞がうまいね。もしかして予定は。実は検定からみん。そうよ。だからうちのじっちゃんもイベントが。ありがとう。そうよ。うんうん、分かった。じゃあ明日僕が舞台で6回回って、それをじっちゃんへの祝辞にするというのはどうかな。徒兵に鎮座する獅子頭は長寿星を中心に回る。つまり一周は一時。分かったわ、この件は。よし、次のお客さんは確か。おめでとうございます。あ、リンヨちゃん、私たち式で配る飴を用意し。二人ともありがとう。検定から。え、じゃあ私たちは交流生まれだから。面白い手順。まず二人が、これがこう。お二人の望みはよ。でも強い絆で結ばれた二人なら。そこで提案なんだ。こんな盛大な儀式の中でちぎりを交わせる。それに大勢の関係。リンヨちゃんは本当は翔くん。君さえよければ。そうね、もちろん。よく考えて。よし、最後の一人はこの近くだね。僕のおすすめの食堂もそのあたりにあるんだ。うー、僕のお腹もそろ。さあ、ここだよ。旦那、獅子唐辛子が釣ってあれば千客万来、商売繁盛間違いなしだね。林陽じゃ。もしかして毎日獅子唐辛子も買ったんだ。開業の日で獅子に食われる瞬間を待ちわびてるぞ。
旦那、実は変定の話ならもう聞いた。そうだけど、せめてこの儀式でできる限り。なあ、心配しなくて大丈夫だ。ところでこの人は、また友達ができたのか。これを食ってみな。食べてみようよ漂白者、僕のおごりでいいからさ。町に手っ取り早く馴染む方法は町。うまいだな。それにこの店のそうか、それただただあんたたちは知らないかもな。チリンタラン獣。そうだ、なかなか面白いな。でも実はとんでもない悪党なんだぞ。獲物を狩るときにチリンタランって音がするからこんな名前が付けられたって話だがよ。違う、チリンタラン獣はこんなんじゃないよ。あいつは、しかし参ったな。俺の新作には特別な食材が必要。他に方法はないのか。最後の仕入れ先は野獣団。あの連中はチリンタラン獣と意思の疎通ができるから。でも相場の開業前のうちに。あ、だから新作といってもしばらく。あ、うん、ちょっとある依頼を思い出した。茶屋のごめんね漂白者、すぐ戻るから。相変わらずだな。そのうち、あいつはこういう性格なんだ。でも何より日中にあいつを。手先が器用で。でも当の本人は笑顔で大丈夫。漂白者さん、あんた見に行ってくれないか。そのうち開業したらおまけしてやるからよ。頼んだぞ。林陽の行った茶屋は居住区域にある。人違いですよ。私は獅子舞の注文なんてしたことないし。漂白者、どうしてここに。大したことじゃないけど、ありがとね。前は変わった注文があってね。獅子舞の依頼にしては何の要望もなくて、依頼者のご両親が注文。それこそありえませんわ。用がなければ私はこれで。待って待って、カイシさん、どうしてそ。僕に注文した時の声が青年男性の声だったから。カイさんという依頼人も。カイシさん僕は随志団の林陽、こちらは漂白者さん。僕たちを信じてください。私の兄さん、カイサイは1週間前から家に戻ってなくて。1週間前、ちょうどこの注文を受けたタイミングだね。最後に会った時に何か変わったこと。私と兄さんは長い間喧嘩をしていて、でも兄さんは時々郵便を送ってくれます。中身は。これは製粉槽だね。これは獣肉か。入念に冷蔵。前の手紙は野獣団という人たちと絡んでいるといった話が書かれていて。それは。この野獣団、確かに変だね。しかしどれも発送先が違うから全部調べるのは大変だな。確かに漂白者、頭いいね君。カイシさん、お兄さんの件は。あの、カイシさん、兄さんを見つけたい気持ちは。でも野外には危険がたくさん。私は大丈夫です。先駆条約のものはこんな危険なんて。でも、それでも行く気なら腕も確かだし、どこ。友達に危ない橋を渡らせるのはどうかと思うけど。漂白者さん、どうかお願いします。本当ですか。配達員はいつも同じ人です。すぐ行こう。漂白者、準備できたか。
近く。待って今声が。あそこだよ、いたずら猿に囲まれた人が。怪我はない？ああ平気だ、逃げるだけなら簡単にできたのだが、荷物を捨てるわけに。それはもちろん僕たちは失踪。君たちは命の恩。ああこれは知らないね。そう、でもルートを考えると。それはうんそうだね。じゃあシリンコロンジュ、確かシリンタランジュじゃな。名前はどうでもいいだろ。なんでも長い気。しかし野獣団だから近所の人たちは。恩人さんありがとう。でもあの野獣団、俺たちにも掟があるんだ。俺が知ってるのは監視塔からも結構。なるほど。恩人さん、あの獣は本当に。それに一匹だけじゃないって話も。わかった、本当に一匹だけじゃなかったら。何もわからなかったですね。ああ少なく。それに情報を伏せたのは何かに対する。でも情報は確かにあった。チリントランジュの居場所とか。え、野外キャンプはこんなにたくさんあるのに。まあ僕についてきてよ。こういう山の中腹、監視塔から見える範囲、折れた大木、これだけの情報で十分さ。この先に違いない。みんなで手分けして探そう。でも見つからないようにね。捨てられたキャンプか。ここで泊まったのは野党やギャングの類ではないようだね。折れた大木、この近くだね。し、気づかれないように陥木は避けて、それとできるだけ音を立てないように。前の件は。さすがはボス。本当に見つけました。静かに。前の陥木見えたか。僕の知ってるあの陥木はこんな開けた地面では生えない。明らかに人の手によるものだ。まずはここで奴らの話を聞いてみよう。それにあの新入り、癖はともかく。来るなりチリンタランジュの件を聞き回ったのだけは気に食わ。そんなに知りたければ勝手にしろって。それに何かあれば片付ければいいだけだ。ボス、今度の相手は手強いぜ。チリンタランジュの話はさすがに信じないだろうから。信じないとな。信じさせるんだ。さすが。お前はま本当に怖いのはチリンタラなんちゃらな。まあいい、行くぜ野郎ども、ついてこい。はあ、もう行きましたか。いやまだ近い。奴らの呼吸音もまだ聞く。でも野獣と。よし、完全に離れた。中に入ってみよう。これは兄さん。そんな。カイシさん、少し怖がりで何事にも。あのねカイシさん、そういう時はね心で決めるんだ。脅迫者、何か手がかりを見つけたか。冷蔵時間が長くて劣化、いろんな添加物が噂を広めてみんなの生活を脅かすだけじゃなく、こんな質の低い食材で。うん、それでも、それに野獣団の動向をつか。さっき聞いた話によると、また次の被害者が出るかもしれないし。脅迫者けど、野獣団の連中は思ったよりも警戒し。それに君にはカイシさん、君が一緒なら僕も安心して戦えるからね。何かあったら
すぐに呼ぶ、うん、君もね、漂白者。この端末はまだ使えますね。やってみます。すまない、カイジ、俺がお前の夢を壊してしまった。お前の言う通りかもな。俺はただの、それでもお前のためにやれることをやりじゃな、カイジ。お前のために俺は。兄さん、私が先駆条約に。兄さんはそれに強く。それでも私の夢だったんです。だから私にも分かりません。そんなこと一言も言って、いや、これこの鈴の音。少し前、任務に向かう途中でザ逃げる気力すらも突きかけた時に、この鈴の、その後のことは覚えていません。ただ覚えて、逃げても逃げてもその音は追いかけて、もし逃げ切れなかったら。だから、そうです、チリンタランジュに決まってます。はい、あなたが一緒なら。漂白者、合図したばかりなのにもう着いたんだね。野獣団を尾行していたら、カイサイさんの行方が分かったんだ。チリンタランジュ、今はカイサイ。前にキャンプで聞いた話覚えてる？それでさっき尾行していたと。鈴の音は私の妄想じゃありません。チリンタランジュか。でも確かに、これまでの推測が正しかったら漂白者だから、ごめん、これ以上君を危険にさ。ここはもう一度僕に力を貸してくれないか。そうだね。あ、私も。兄さんはこの中。カイシさん、兄さん。でも洞窟の中は。それに君にもう一つ、すぐに戻ってここでの出来事を。でも私はもう。カイシさん、先駆条約の、自分が置かれている状況に基づいて正確な判断を下す必要が。逃げるのは必ずしも臆病。僕と漂白者を信じて君の兄さんを連れ戻すよ。絶対。兄さんを頼みます。あなたたちも気をつ、うん、さーて、出番だ。いろんな匂いが入り混じってる。植物、獣、残像、それに人。でも道を探すのは得意なんだ。僕に任せて。ここの通路は狭くて入り組んでる。暗いところに隠れてる残像もいるから気をつけて。やはり出たな、残像。この僕が倒せ。落石で先に進めなくなった。ここか、力。漂白者、あの光ってる植物見た？野外ではあの光を目印にして道を探せるんだけど、闇に潜んでいる敵には光に照らされる僕たちが絶好の標的になる。だから長居しちゃいけないよ。うわっ、なんだこの手。戦闘力は普通。思いついた。黒トゲグマは。ちょっと待ってね。あ、匂いは下から伝わってきた。ここの石、面白い形してるね。まるで獅子舞の杭みたいに。よーし、これでどうだ。ドンタカドン、ドンタカドン、ドンタカドンタ、ドンタカドン。ああ、ごめん、杭の上にいる時は。茨がこんなにたくさん。これに刺さったらさすがに痛そうだね。気流に乗って飛ぼう。ミントの匂いが強くなった。先に進もう。匂いはこのミントからだね。これで黒トゲグマを引きつけられる。
さすがに予想外だ。いい景色だね。ここ暗いところでしか生えない植物だね。これなんか懐かしい。何年ぶりかな、あれから。おっと、もう最深部に着いたか。もうちょっとだ。今さらどこ逃げる気だ。これ外の獣から逃げてここまで来るた。だがそれも今日限りだ。怖くねえぞ。あんたらがやった詐欺まがいの商売のこと、俺は全部、もう証拠は全部外へ送った。殺されたって。この国で正義を信じる人は必ずいる。やっぱりカイシさんは。本命のご到着だな。あんたたちは早く逃げる。そんなことできるわけねえだろ。この俺を騙せる。盗み聞きだの尾行だの、お前らを泳がせた。ここでまとめて片付けるためだ。これさすがボス。お前らおとなしくしてろ。やれやれ、獣のどこがいいのかな。人間野獣って名乗ってるやつなら知ってるだろう。この世界で生き残れる、例えば敵に弱みを見せて着実に自分の狩り場までおびき寄せて己を狩る側と錯覚させる方法さ。何久々にたぎってきた。脅迫者、手加減なしで。野獣相手ならこっちも獣の流儀でしつけ。くそが。やばいぞボス、こいつ聞いたことがある。なんでもそれがあいつの尻尾もはや回っているぞ。俺だってまだ本気なんか出しちゃいねえ。野外は僕の狩り場だ。おとなしく投降する方がバラバラにされたくないならな。あいつらボス、ここは。もちろん。最後まで戦う。逃げるんだよ。脅迫者、危ない。させるものか。仲間に牙を剥いた奴は一匹たりとも許せねえ。ごめんね漂白者、こんな姿見せちゃって。ありがとう。助かった、ありがとう。ところであんたたちは。カイシ、俺のことを心配してたか。彼女は今どこに。よかった。そういうことか。あんたたちにも迷惑かけた。本当にすまねえ。妹のことはあんたらも大体し、両親はかつて先駆条約のメンバー、それからは食いぶちを稼ぐために。でも彼女は何としても先駆条約に入りたかった。両親の意思を。けど俺に家族と呼べる人はもう一人じゃ。から俺は強く反対した。でも正直、彼女が先駆条約に入ることを。カイシは俺と違う。明るくて強くてどんな困難にもくじけない。今考えると彼女の夢を潰したのは誰でもなくこの俺なんだな。そうだな。こ
ここは危ない。ひとまず外に出よう。妹さんも君を待っているんだ。どうしてこうなるんだよ。あと一歩だったのに。俺は シャキッとしろ。シャキッと。リンヨンさん、漂白者さん、この子のおかげで私たちは無事。怪我はありませんか？カイジ。すまねえ、カイジ。つらい思いをさせて。感動の再会のさなか悪いんだけど、ここは犯罪現場だし、話は城内に戻って。つまりカイジさんはチリンタラン銃のせいで気を落としたと知って、チリンタランジュを殺そうとしたってこと？これらは全部あいつのせいだから。殺せばカイジは立ち上がれるだろうと思ったんだ。そんな中、チリンタランジュと何らかの関係を持つ野獣団だから、俺は。そうだ、それに俺は自分の勇気をカイジに見せたかった。こんな俺でもできるのなら、カイジもきっと前に進めるって。だろうな。俺は弱かった。チリンタランジュを見つけるどころか、奴らを前にしてただ怯えて震えることしかできなかった。俺はいつまでも臆病で無能だ。違うわ、そんなこと。少なくとも野獣団と手を組むということはしなかった。独善的で私利私欲にまみれて、共食いすらもいても、君は大事なもののために本能と弱点に抗いながら戦った。それは人だけに宿る品というもの。獣になり下がるのは呆れるほどに簡単なことだから、人の品を守るためにはそういう努力の積み重ね。カイサイさん、君の勇気確かに見させてもらったよ。カイジさんも胸を張っていいんだ。そうか。でもこんな無茶はもうやめて。ああ、約束する。でも今回は確かな収穫があった。チリンタランジュなんて最初からいなかったんだから。カイジ。でもあの時の。それこそ幻聴ってもんだろ。鈴の音を発する残像が。あの音ちゃんと聞こえました。間違えるはずがありません。チリンタランジュはいます。どうやらカイジさんの迷いはまだ晴れてないみたい。漂白者さん、リンヨさん、しっかり休んで。あと、なんで獅子舞頼んだ。ああ、それか。最初はチリンタランジュを調査するために注文。どうやら無駄のようだ。でもチリンタランジュの正体をつかめるチャンスかもしれないよ。そうか、じゃあ絶対来てね。漂白者、
ちょっと相談したいこと、ついてきて。ここからまっすぐ行けば劇場だね。君もさすがに何度か通ったことあると思うけど、せっかくだし少し回ってみようか。だな、僕も商売繁盛を祈ってるよ。ありがとな、リンヨ。たまにはこうやって戦うのもいいけど、やっぱり活気にあふれた昆虫城は落ち着くね。この生活がこれからも続いていけば。二人とも末永くお幸せにね。ありがとう、リンヨちゃん。関節の店はいつも大行列だし、挨拶はまた今度かな。心を込めた手作りだからね、そりゃ人気も出るわけさ。ふう、リンヨさん、やっと戻ってきしまった。漂白者、君はここで海士さんのためになるようなものを探して、僕もすぐ。早く早く。はい。出ましたね。ふう、戻った戻った。師匠はね、儀式の直前は特に厳しくてさ、最高の獅子舞をみんなに見せろって。それは獅子舞の起源から説明した方が良さそうだね。戦場から帰ってきた兵士たちの歌って踊る習慣が獅子舞の始まりなんだ。それから戦場に向かう時にも踊る戦舞となった。みんなに勇気を与え勝利を祈る舞だからね。そこからさらに時間を経て今のような儀式の一種として定着されたんだ。でもその芯は変わらないよ。恐怖をもしのぐ勇気を分け与え、繁栄と幸福を祈る思いがね。僕の推測だけど、多分海士さんは襲撃されたショックで記憶が飛んじゃったんじゃないか。でちょうど町を騒がしていたチリンタラン獣の怖い噂がその空白を埋めた。だから海斎さんのチリンタラン獣を殺せばいいも。でもそれは根本的な解決策ではない。君も途中で聞いたはずだよ。チリンタラン獣には違う名前がたっくさんある。たとえ今回は倒されてもまたトコンカタン獣が来るだろう。本当に必要なことはチリンタラン獣を倒すことではなく、どんな獣でも倒せるという勇気を身に宿すこと。だから獅子舞の芯である勇気を持って海士さんの恐怖を取り除こうと思うんだ。前にも言ったよね、今の獅子舞はいろんな表現ができるって。それはそのためには海士さんの恐怖を直接取り除けるような何かを探さないと。じゃあ早速準備しなくちゃ。明日の獅子舞。漂白者さん、こんなに大規模なのは久々だ。漂白者さん、リンヨさんの言ったチリンタラン獣の秘密ってのは。おお、もうすぐ始まりそうだ。
人の声が。この前野外で襲われた時、私は鈴の音を加えて、ちょうどその頃町中で。でも今日はあなたの獅子舞を見てようやく思い出しました。私をずっと追っていたあの鈴の音は、僕は獅子舞を見てくれた人に何かを与えたいって思ってるんだ。はい、素晴らしい獅子舞でした。よかった。開始、お前が先駆条約のメンバーになれたことは、あとはすぐに。私がすぐ怒るのは、兄さんはいつも何も教え、チリンタランジュを殺そうとする計画も、そういうのこれからは一切禁止。分かったから、とにかく落ち着いて、お詫びに何かをおごるよ。いい屋台を知ってるよ、広場のあそこにある。じゃ寄ってみようか。行こう。かい、どう？すごいでしょ。君が認めてくれるなら。それと今回君がいなければ僕の手に負えなかったかもしれない。問題か。そうだな、聞いてくれ。これはどこから話せばいいのかな。漂白者、もこの世界で共鳴を果たした人間がいれば、同じく共鳴で力を得た獣だっていてもおかしくないよね。自分の感情を制御できない共鳴者はオーバークロックを免れない。欲望、それで異能力を得た獣たちは、力との共存を図る獣はほとんどいなかったけど、ごくわずかな成功者もいた。チリンタランジュもその一匹。でも遥か昔、チリンタランジュにはちゃんとした名前があった。サンゲイ。深い森の中に潜んでいて、人と全く交流しない生き物だった。でも無音区が大量発生した時、彼らもついに居場所をなくした。生き残るために人類の領地にやむを得ず踏み入れたサンゲイたち。彼らは怖い外見と桁外れな異能力、加えて強い野性を持っている。そのため鳥獣として畏怖された。古書に書いてあったんだ。彼らは光なき森の四月のガジュマルに住んでたみたい。それにサンゲイは
すでに絶滅しかけたという説もある。たとえいるとしても数匹しかいないだろう。でも考古学者からこんな話を聞いたんだ。サンゲイはまずは人を怖がらせないために笑える名前が必要だと考えた。チリンタランジュみたいな。それから無駄な体毛や凶悪な爪をなくし、二足歩行のために骨格を自ら矯正し、やっと普通に立てる体を手に入れた。もしかして人の行事に惹かれたから。同族がいなくなったこの世界で孤独に打ちひしがれたせいか。それとも人が災いに抗う勇気を認めたからか。だから戦友として居場所を奪おうとする悲鳴を打つために一緒に戦いたかった。あるいはただ人の食に憧れてうまいものを食べたかっただけ。いずれにしても結局彼は人間にはなれなかった。人になるためには人という生き物の本質を見極めなければいけない。おそらく心かな。それから彼は外見へのこだわりを捨てた。なり損ないの姿で人に触れて人を助けて。ひょっとしたら森で迷ってた少女を一人助けた。結局彼は何なのかな。漂白者、君の目には人に見えるかい？うん、そうか。チリンタランジュには人とか獣とかもう関係ない。人の顔をする獣がいるなら獣の姿をした人がいてもおかしくないからね。自分の道を進めばきっと大丈夫。昔の人から教わった大切。ああ、それとお礼と言ってもなんだけど、この鈴君にあげるよ。本当にありがとう、漂白者。遠洋どこだ。はいはい。漂白者、次の獅子舞の下準備をしなくちゃいけないって師匠に呼ばれてる。今度も僕の獅子舞見に来てね。あとさっきの鈴お守りにしてね。この先も輝かしい未来がありますように。